ラッパウィンソエ州長、レナペ族あるいはデラウェア族はアメリカインディアンの部族である。レナペは彼らの言葉で真の人間という意味。アルゴンキン語族に属し、現在でいうアメリカ東部ニューイングランドのニューヨーク州、ペンシルベニア州、ニュージャージー州、デラウェア州、デラウェア湾、デラウェア川一帯でトウモロコシの栽培農場を中心に多数の種族集団が小規模なウィズワムの集落を 作って、資料採集を行いながら点在していた。植民地仲買人、ウィリアム・ペンとレナペ族の1682年の土地交渉の創造が部族名のレナペの別名、デラウェアは、1610年、ジェームズタウン入植のバージニア植民地総督に、認じられた、第三代デラウェア男爵トマス・ウェストを記念して、サミュエル・アーガル大尉が、入植地の湾をデラウェアと名付けたことに由来する。 以後、イギリス白人の入植による土地略奪と虐殺。また彼らが持ち込んだ天然痘や風邪などの伝染病で部族の人数は減り、衰退した。白人のように牛や馬、羊といった家畜を飼う文化がなかったため、伝染病に免疫を持たず、ひとたまりもなかったのである。詐欺によって強奪された、レナペ族の領土1737年、英国の入植仲外人。 ウィリアム・ペンの息子たちは、ラッパー・ウィンソエ州長に対し、我々が1日半で歩いて回れるだけの面積の土地を白人入植者に売ってくれないかと持ちかけた。調停者であるラッパー・ウィンソエ州長がこれを承諾すると、ペンは14人の屈強な男たちに、1日半かけて 281km を歩かせた。こうして、デラウェア川一帯4860平方キロメートルの土地は、 白人のものとなってしまった。ここは、デラウェア族から騙し取った土地だとの、デラウェア族の抗議のステッカー、生まれ故郷から出て行けと言われたラッパウィンソへと、部族民は激しく抗議したが、抵抗を虚しく、武力によって抑え込まれ、彼らは政法へ強制的に追い出されることになった。その後数年間の戦いで、彼らはさらに虐殺された。現在この契約は、 州長の署名もなく、イカ様とされている。ブリタニカ百科事典は、土地の詐欺取引の項目でこの、ウォーキングパーチェスに言及している。かつてのレナペ族インディアンの勢力範囲生き残ったものはイギリス及び、イギリスから独立したアメリカ政府のさらなる領地拡大により、西部に移動させられた。部族の多くのものは、チェロキー族の連合に入り、 独立した部族を何とか保っていた。インディアン強制移住法が発布されると、部族の大半は1860年代にインディアン順州に強制移住させられた。アメリカ連邦政府が公式認定し、保留地を領有するのは、このオクラホマ部族のみとなっている。他の小規模のレナペ族は強制移住を拒否し、なおも北東部の各州に残って結束を保っており、ニュージャージー州では、 レナペの3部族が州政府によって公認されている。それ以外の他州のレナペ族は絶滅部族扱いとなり、インディアン部族としては公認されていない。ありがとうございます。